はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、駿河屋、わかりますかね、駿河屋っていうお店で、購入してきたものをご紹介したいと思います。一応ね、駿河屋は、実店舗あるんですけれども、今回はね、ネットの方で、購入したものを紹介したいと思います。はい、まずね、1個目からいきましょう。はい、1個目、はい、こちら、じゃじゃん。はい、わかります、これもうこの絵でね、わかる人はわかる。はい、はい、こちらハンターハンターから特大布ポスターレオリオ。はい、はい、こちらね、公式書き下ろしイラスト仕様。はい、定価がね4500円で、結構でかいんですよね、大きさがね、縦が160センチで横50センチってでかいんだよね。はい、このレオリオの布ポスター。あ、ちなみに別にレオリオが好きなわけじゃないんですよ。はい、ハンターハンターで一番好きなのはキルアです。はい、でね、一応これのお値段がですね、定価4500円ですが、レオリオさんは、こちら4500円が330円、安っ。で、そういうね、理由で購入したんですよね。4500円が330円、安っ。はい、ということでね、はい、こんな感じでね、安いのをね、ちょっと見つけちゃってね、いろいろ買っちゃったんですよね。はい、で、次、2つ目は、まあ、同じシリーズです。はい、はい、はい、この目はね、もうお分かり、ハンターハンター主人公ゴン。こちらも同じシリーズ4500円。はい、ゴンがタキシード着てるね。はい、こちらね、はい、こちらがね、ですね、こちらが、4500円が470円、安っ。9割引きぐらいじゃないですか、これ。安っ。470円。いや、しかもこれ新品ですからね。はい、いや、すっごい安いわ、本当に。続いてですね、はい、またちょっとハンターハンターつながりで、はい、こちら、じゃじゃん。アクリルスタンドですね。それの、12芯のやつですね。はい、これは12芯でもピヨン、クルック、左右、ボドバイ、はい、こちらの4人。はい、これはね、定価がアクリルジオラマセット3000円。はい、定価が3000円。はい、これがですね、310円。3000円が310円、安っ。これは買いでしょう。いや、ハンターハンター自体がね、もう大好きなんでね、作品自体が、はい、思わず買っちゃいましたね。はい、で、続いて、こちら、はい、はい、同じシリーズですね。ハンターハンターの12神から、はい、こちら、はい、ゲル、サッチョウ、パリストン、ギンタン。はい、こちらですね。はい、こちらがですね、3000円が、340円。340円、さっきより30円上がりましたけどね。
340円、安い。いや、これは安いな。はい、で続いて、3つ目はおのずとね分かりますでしょう。はい、こちら、はい、12時、はい、今も通っちゃいますね。はい、はい、12時からジン、関西、チードル、ミザイスト、はい、こちらの4人。こっちはね、さすがにジンがいる分ね、ちょっと高いですね。はい、650円です、ね。はい。それでも650円。安い。はい。ということで、12品コンプリートですね。はい。いや、これはいい買い物したなぁと思うなぁ。で、続いてがですね、はい、こっからはね、ちょっとカード系いきます。はい、まあ、おなじみのっていうかね、まあこういうカード専用の箱に入ってます。はい、とりあえず出しましょう。じゃんとね、はい、こちらがね、アニメイトで買うと、もらえる、ランダムでもらえるカードですね。はい、なので非売品ではあるんですが、それのね、イルミ&カルトオリジナル箱押しカード、ゾルディック系バージョンですね。こちらと、これはイルミ&キルアか、キルアが、はい、ここにね、いるね。ちゃんと箱押しになってるのか、こういう方のカード、ほら、ゾルディック。で、これがアルカ団体だね。はい、アルカ団体。はい、で、こちらが、カイト。これはキメラアントの時のね、カイトですね。あれ、これだけ、あれが、これだけ横抜きだな。はい、カイトはね、こういう感じですね。はい、キメラアントエピソードキメラアントだね。はい、カイト、まあ、裏はねこういう感じで、ハンターハンターアニメイトカフェノットフォーセール、はい、こういう感じですね。はい、他のもちょっと一応ねお見せしましょう。はい、これがイルミ&カルト。はい、でイルミ&キルア、こちらがアルカ・ソルディック。はい、で、まだありますね。はい、こちらヒソカ&クロロ。はい、ヒソカ&クロロ。はい、こちらは幻影旅団編ですね。このツーショットは最強だね。ちゃんとこうね、雲のマークが箱押しで入ってるっていうのかっこいいね、これね。はい、せいじゃない、続いて、こちら同じ幻影旅団編のクロロ単体。裏は全部同じなんでね。はい、で、もう
ちら、はい、これはね、グリードアイランド編、ゴレイヌゴレイヌ、はい、エピソードグリードアイランド、裏は全部一緒、はい、で、お次で最後、はい、お次はこちら、はい、ビスケットクルーダービスケですね、はい、といった感じですね、はい、でね、お値段が、お値段がね、ビスケ、こちらが、160円、はい、で、ゴレイヌ、ゴレイヌも160円で、クロロ、これがね、これが一番高いですね、クロロ単体なんと1100円、これ飛び抜けて高いんですよね、うん、まあ人気あるからね、クロロもね、はい、こっちの方は一番人気あると思うんだけどね、こちらはヒ素カンドクロロはね、まあ、それでも、今回買った中で3番目の高さ640円、はい、いやー、やっぱ高いね、人気あるやつは。で次が、こちら、こちらカイト、カイトは、230円、はい、230円で、アルカ、はい、こちらのアルカが210円で、こちらイルミ&キルア、こちらが、300円、はい、で、イルミ&カルト、こちらが210円、はい、というね、意外にカードが高いっていうね、ただでもらえるカードなんですけどね、まあランダムだしね、全種集めるのは困難なんですけどもね、一応このカードはね、全種集めようと思って集めてるんで、まあ自分としては、うん、まあいるもんなんでね、まあ安い買い物っちゃ安い買い物だったかなとは思いますけどね、はい、で、最後にですね、ちょっとね、カード違いなんですけれども、カード違いですか、種類違いなんですけれども。こちら、ダン、はい、セイントセイヤです、セイントセイヤ、ペガサスセイヤの箱押し、はい、これはね、セイントセイヤのクルセイドっていうねシリーズで、もう今ねやってないんですよね、ないんだよね、はい、これの箱押しバージョン、はい、これも何気に集めてますね、はい、今になって、こちらのね、聖夜、アスガルド海王ポセイドン編、それのねボックス特典のカードです、はい、ボックス特典のカード、これがね、1枚で280円、はい、といった感じで、はい、今回はね、こういう感じでね買わせていただきました、はい、いやー、まあ自分的にはね満足ですね、はい、ということでね、今回は駿河屋で購入したものの紹介ということでね、結構今ね意外に駿河屋めっちゃ利用してます、はい、これからも多分利用すると思います、はい、まあそのたびにね、まあ紹介できるようでしたら紹介していきたいと思います、なので、ぜひこの機会にね、チャンネル登録してない人は
チャンネル登録、あとね、見ていただけましたらぜひね、高評価を押していただけますと、大変励みになります。はい、ではね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。